どうも、ついちゃんことついのぞみです。はい、今回はですね、正月も終わりを迎えております。今日はですね、3日の春雨に続き、5日のすいとん、今ね、すいとん、もうアップされてますけど、こちら今一生懸命すいとんを作っております。それに続き、今日は初めての試みな感じのことをやっていこうかなと思っておりますので、こちらを見ていただけたらちょっと何かなってちょっとお察しできるかなと思います。ということで、今から YouTuber っぽいことをしていきたいと思います。ぜひ興味のある方は最後までご覧ください。大鍋でもございません。今日はただ YouTube っぽいことをしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。スジチャンネル。こちらご飯がこれで2升あります。これで1升、3升あるじゃん。で、うちにあった冷凍のご飯がちらほらありまして、こちらの1升、そして1升ありまして、合計ですね、1升、2升、3升、4升、5升、5升と5つ子ですね、5升と5つ子のご飯があります。こちらを使って何かを作っていきます。もう分かったかな。とりあえず5升のご飯を使っていきます。5升ってって感じでしょ。私も思ってる。5升って5キロらしいよ。なので5升に対しての野菜を切っていきます。これが切ります。はい、後ろではもうアップ済みのすいとんが本当にね、2日から始まって4本ね、1日で撮ってるの。もう乾杯です。早速始めていきます。人参を切りまして、ブンブンチョッパーでいきまして、ブンブンのチョッパー2024初。これのさ、大容量欲しい。でもマジでこれ考えた人本当にすごいと思う。はい、だと思う。ブンブンチョッパー、ネギもブンブンします。さっき俺が使ってた包丁を洗ってあります。あー、目が痛い。玉ねぎじゃないくせに目が痛い。あ、でも待って、ダメ。どう行こうとしてるっけ。あ、やばい。そうか、あ、意外と重い。しましたら、野菜ね、野菜を炒めていきます。もう大鍋で、もうなんとなく分かった人はいるかと思われますが、大鍋で野菜を炒めてあれを作ります。いきます。ガサガサっといきます。オッケーですので。はい、野菜をここにちょっとピックアップいただいて、お野菜を。じゃあ私このフライパンで、え、どのぐらいかな。いや、わかんないんだよな、マジで。ご飯これだからね。いや、マジでわかんないよね。結構いったね。いった、結構いってない。うん、マジ。それちょっと私もらうの。はい。どんなもんなんだろう。味付けはもうカクカクの過程。卵も来た。おお。って感じでいきましょう。私は今5升のチャーハンを作っております。主婦が今4人いますが、各家庭の味付けでいきます。みっちゃんは多分クックパッドを見てました私は今、チャーハン用のお皿を作ってます。あ、そうなんだ。そう、ありがたい。チャーハン用のお皿がどこにも売ってないからね。ないよ、シャンタン。一緒じゃないとやばくない。やばい、逆にちょっと冒険しちゃダメ。え、いいよ、いいよ、別にいいけど、持ち帰る人がここからここ
味が違う。はい、卵。これ入り卵。次オッケーです。マジで次自分オッケーです。はい、やってまいりました。チャーハン今作ってますけど、これをチャーハンで敷き詰めて最後に全部チャーハンです。パカっていきたいの。いきます。とりあえず第一瓶。ちょっと待って、嘘だろ、全然やん。おかしいぞ、おかしいぞ。もう一瓶、もう一瓶いきます。おかしいぞ、おかしいぞ。増えないぞ。増えるぞ。全然増えないぞ。次の瓶いきます。あ、ありがとう。よいしょ。お、結構入った。ほら、いいね。4杯目。はい、次5杯目。はい、うまい。はい、7杯目いきます。うお、もう6杯目だよ、ママ。熱い。6杯目、6杯目6でした。いきます。できました。スイ。うし。いや、いい感じよ。どう？あと。すごい。すごい。マジですごい。みんな頑張ってる。これラムやりたいのに、やりたいのにできない。暑い。暑い。目がどんどんなくなっていっております。あとふっちゃんもこれか。やば。もうすぐだよ。もうすぐ完成だよ。いけるよ。やばい。やばいよ。じゃん。すごいよ。五升のお米がどん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 みんなの力によって。とんちゃん頑張って。あの焦げるかんね。頑張ってやんないよ。いいよ、頑張って。みんな頑張って。知ってる？夕飯はチャーハンだってこと。見たくないよね。いきまーす。ここかな？カオ、そういう、はい、え？濃いね。いや、でも絶対男はこれだから。なんか、え、すごくない？できました。っていうか完璧な量じゃない？入れるよ。はい、入れてください。いきまーす。ウェイ。ウェイ。ほら、薄いよ。でも量が完璧。うちら、すごくない？え、待って、完璧じゃない？これ押すじゃん。潰すじゃん。うん、いいよ、めっちゃ。よし、お願いします。つけていく。さすがです。いいよ、いい量だよ。うっ、熱いじゃない。どうだっけ、誰じゃない、ね、すごくない。これいけるかな。大丈夫。やけどしないでよ。そのまま。よし。ちょっと来い。うっ。男のご飯だ。男のご飯。できました。マッシー。みんなの努力がここに詰まっております。いや、マジで今日のみんなの努力の勲章よこれ。で、マッシーが作ってくれた超でかい自家製のお皿。こちらのお皿にドボっていきたいと思います。タコッと入れとかに。さあ、ということで、あれから何時間でしょうか。2時間半ぐらいやってる、うん、3時間以上で。みんなのお釜を持ち寄って何回もお米を炊き、55合のお米をみんなでチャーハンにしまして、なんとかこちら完成しました。イエーイ。俺の何倍の大きさ、俺の何倍の大きさだよ。何キロだろうね。体重計、体重計持ってきて。はい。持ち上がる？持ってます。いや、持ってはするけど。さあ、これが何キロなのか見る。22.2。わあ、すげえ。ちょうどぴったり。ちょっと縁起いいじゃん。222。はい、にゃんにゃんにゃん。あ、にゃん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 。にゃんにゃんにゃん。いくよ。どうやって？いや、何人かいないと無理だと思う。え、待って、でもどう？上を押さえる人と多分下ひっくり返す。いきます。せーの。の。嘘だろ？押せ。押せ。押せよ。よし。倒れてる。倒れてる。大丈夫大丈夫。せーの。ここ。あ、ちょっと外です。
このアングル最高よ。パセリパセリパセリと思ってパセリ。はい、じゃあそっちゃん、あの飾りのパセリとトマトを洗ってここに飾って、ここの周りにこう飾りたい。パセリを振ります。ドワッて激うまだよ。めっちゃ完璧じゃない？完璧。バラバラすぎ。今はい、トマト、トマト置いて、うわマジで美味しそうなんだけど。パセリガール、ここがね、パセリガール好評発売中。はい、パセリガール、はい、パセリガールです。パセリ売りの少女、パセリ売りの少女。ここ、ここ、周りだけね、ことも、パセリだらけ、周りだけ。イエーイイエーイ。そっちも行って、はい、撮りますよ。はい、チーズ。何の写真だかわかんないけど、もう一生ないから。はい、ということで何度か完成いたしまして、今年も2024年ですね、2024年もすごくいい年になり、いいスタートが切れそうでございます。イエーイ。いやもうマジでみんなで頑張った結果、みんなで頑張った結果のみんなで頑張った証でございますので、今日はこちらの夕飯にみんなで美味しくいただきたいと思います。正直このサイズ感とかお米の量とかっていうのはマジで感覚でやっちゃったの。だいたいこれぐらいかなみたいな感じでやっちゃったから、マジでぴったりすぎてびっくりしてる。今年の運使い果たしたんじゃないかぐらいぴったりすぎてびっくりしてるんですけど、いやでも本当に良かったです。ということで、前にスイトンっていう動画がアップされてるんですけど、実はですね、スイトンがまだできてないという。スイトンを今から作るという感じなんですけど、とりあえず、まあお正月をもう終えてお仕事の方も多いかと思われます。皆さん本当に今年1年もお体に気をつけて頑張っていきましょう。ということで、もう今日はね4本撮りということで、お正月の動画をまとめて疲労が困憊しております。もう骨盤もやばいですし、足もやばいです。とりあえずスイトンをやらないといけないので、そちらをまだ頑張りつつ、今年1年も皆さん頑張りましょう。頑張ろう。好きな人もよろしくお願いします。何の動物が好きでもよろしくお願いします、はい、ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。また見てね。チャーハン入刀していきたいと思います。しかもそのそっとされる感じ。チャーハン入刀。じゃん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 。先っちょから先っちょから、そうそう、よし、わあすごい、わあ、わあ、断面みたいね、断面、断面、やばいね、こっち、こうじゃない、はい、この辺、いくよ、はい、行きます、手前に、手前にね、せーの。見たことないよ。すごーい。すごーい。いやマジみんなの頑張り。これ外していいのかな。外してもいけんのかな。うん、あすげえ。あすごい。誰か味見お願いします。はい。ケーキ。はい。それ私いただこうかな。うん、あこれ、うん。大丈夫それ。いける。お。おーおーおー。うおお。すごいすごい。すごい。からも末永くよろしくね。よろしくね。うまいんだ。あのね、春雨もだけど、うん、普通にうまいの。それしか言えないよね。完璧。完璧。配ろう。配ろう。
まあまあ、やばー、残念。まあ最後ここ怪しかったんよ。めっちゃ可愛いよ。いやこういうさ、逆にお店あってもよくない？いいかもしれない、ねえ、うん、すごいすごい、よいよい、可愛い、持てないのよ、ね、意外と。そうなの、超可愛い、マジで可愛い。でうちらのご飯、もんじゃ焼きみたいになってる。さあ着替えて時を戻そう。